ほほくる。森もにぎわってきたかな。止まれ。動くんじゃない。囲まれているようだな。何者だ。どこから来た。誰だ。姿を見せろ。尋ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン、カラグリアから来た。アルフェン、炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。わかった。それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり脅したりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところでな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム。会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに戦いに勝ってもそれで終わりじゃないってか。ああ、ここもいろいろありそうだ。お前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領のスルドはよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと
それじゃああんたがここのスルドを倒したのか、一体どうやったんだ。ふん、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。スルドを仕留める絶好の機会だったからな。それでそのスルドはどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが慌くって逃げ出しやがった。逃げた？スルドは？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮をひっぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だが逃がさ、どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。スルドの力を甘く見ない方がいい。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがる。よせ。レダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。ふん、とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はあんただ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、ギリがたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があのスルドのごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここのスルドはまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ？おい、まさか行く気か。デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。
じゃあ俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか？ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行ってこれからどうするか考えよう。デダイムのやつ、自分が上に立つことが目的になっちまってる感じだったな。あれじゃスルドと同じか、もっとタチが悪いぜ。味方ごと爆薬で吹き飛ばすなんて。だがダナ人たちはあの男が支配者前と振る舞うことに疑問を感じていないようだ。むしろ英雄らしいと見ている節すらある。それだけレナへの敵意が根深いということだろうが。ダナやレナという線引きだけで人は割り切れる話ではない気がします。うん、確かにレナを追い出した英雄なのかもしれないけど、私デダイムが正しいって思えないよ。味方を犠牲にして手にした勝利に酔う。あの男の考えを認める必要なんてない。それにダナだから虐げられていいなんてことがないように、レナ人だからって侮辱に耐えなければならないこともないはずだ。私のことなら気にしなくていいわ、慣れてるし。慣れる必要なんてない。いや、長く奴隷でいるとそれが当たり前になるように、侮辱され続けるうちにそれが当たり前になる、そんなのは良くないと思う。やっぱりわかんねえ。どうしたロウ。デダイムはレナのスルドを追っ払った。そこはすごいさ。実際支持してるやつもたくさんいるみたいだし。けどその結果があのニスの瓦礫の山とあいつのあの態度ってのはどうなんだよ。レナは強い。それを倒すためには力のある指導者が必要なのは間違いない。だが支配者を倒して新しい支配者が現れるだけなら、それは同じことの繰り返しだ。ジルファだったらこんなことにはならないと思うよ、きっと。リンウェル。ああ、違うやり方、違う結果、違う勝利。ジルファは自分の選択を押し付けたりはしなかったはずだ。それこそが支配するってことだからだ。親父にどうして欲しかったのか正直まだよくわからねえロウ。けど変だな、なんか変な感じだけど、けどそれでもなんか嬉しいや。親父とデダイムは違う、今それだけで十分だ。解放されてなおこの街の音色は不安に揺れているのだな。まるでかつてのビスキンと思い起こさせる。音色？音楽ですか？別に音楽なんて聞こえないぜ。そもそも楽器を持ってるダラジンなんて見たことない。楽器が奏でるものだけが音楽ではない。人の営みやざわめきが織り上げる音楽というものもある。あんたはその音楽ってやつに随分思い入れがあるみたいだな。言っていなかったかね、スルド候補となる以前音楽家を志していたのだ。は？音楽家？一音から世界を広げていくため日々修練に明け暮れた。景色を、時の移ろいを、人の思いを音に乗せた時、それが空気を震わせ広がっていく様は絵も言われぬ喜びだった。ティオハリム、失礼、少し饒舌になってしまったようだ。いや、レナの文化ってやつを聞けて面白かった。ダナの文化や芸術は全部レナに壊されちゃったのに。私個人としてはダナの音楽にも興味があった。代々のスルドが奴隷には不要と断じて
楽器の所有すら禁じたのは嘆かわしいことだと言ってみても言い訳にもなるまいな。誰かが呼んでるような。俺たちに用があるのかもな。どうした？よし。いいぞ。よし。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。いいぞ。なんだと。
よし。はい。そこ。はい。よし。はい。ところでシオン、代わりと言ってはなんだが、今度レナで流行っている衣服などを教えてくれないだろうか。なら教官と呼んでもらおうかしらね。はい、シオン教官。冗談よ。でも悪くないわね。それにしてもあのデダイムってやつ、ムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったって、この国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろう。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン、今は休んだ方がいい。何を焦っているんだシオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。分かったわよシオン。スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて、頼ってほしい。俺を。そうすると言ったら、解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。何かあったんだろうか。うん。
ほう。確かに謎めいた文章だな。何が何だかさっぱりだ。適当にその辺探せばいいんじゃねえの。これってそれぞれが場所を示してるのかな。お前も興味津々かよ。砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけろ。でも口の中もジャリジャリする。フルル、飛ばされないでね。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、花風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士打ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。
あの巨大な輪っかはなんだ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ。リンウェル、おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえ、そこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。無か。必要なら教えるぞ。私もほとんど三木田兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も。ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな三木田は。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルって三木田と一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れも三木田兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが。十分綺麗だと思うけど。そんな三木田もさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。三木田をよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。うん。あら。うん。の。はて。なるほど。なんと。ほう。ちょっと。ええ。やったぞ。あら。いいの。どうかしら。うん。の。おや？
そんな。やれやれ。何？まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているのは、さすがと言うべきか。アルフェン、お前の服、少し匂うな。洗濯はしているのか？そういえば、しばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。ありがとう。助かる。ローとリンメルも、服にほつれがあるぞ。そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど、先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物と繕い物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。